よろしくお願いします。今日も前回に引き続いて、ぜひ、話し合いをしたいということでしたので、参りましたが、総理からは前回私が国民の皆さんがまずやるべきことがあるじゃないかと、やることをやってから増税の話をしてくれと、そういう気持ちだと思います、私も同感です。そして主な大きな問題点として行政の仕組みを抜本的に変えると、中央集権から地域主権へと、そういう大改革をやると、その改革の中から財源も見出し、無駄を省いて財源を見出すという主張が我々の国民との約束であった、それが一つと、それから二番目には社会保障、特に今消費税増税法案は税と社会保障の一体改革というふうにネーミングされているわけですけれども、社会保障の方の青写真はまた我々の主張したことは見えなくなってしまって、消費大増税の話だけが先行していると。それから3番目としては経済の問題、震災の復興の問題等々があります、いうことを前回申し上げたんですが、それに私のそういったことに対するお答えという意味も含めてだと思いますけれども、総理としては国の仕組み、行政の仕組みを抜本的に変えるというこの大改革についてもいろいろな点で一生懸命努力しておりますと、それから社会保障、特に年金の我々の主張だった一元化と最低保障年金と自主的な年金との2階建てのこのことについても今一生懸命検討してできるだけ早く法案化したいと、そう思ってますと、そうやって努力をいたしているので、なんとか賛成してもらえないかというお話でした。私はその努力を否定しているわけではありませんけれども、前回も申し上げた通り国民の皆さんからはまずやるべきことをやって、その後に財源税の話をしてくれという皆さんの気持ちだと思うし、私もそう思うと、消費大増税が先行して、いずれそっちの方の改革も進めながらなんとかやりますということでは、国民皆さんがちょっと納得しないのではないでしょうかという、私から答えまして、議論としては前回と同じような平行線になったんですが、最後に総理から自分としてはこの国会で成立を期すと、そのように政治生命をかけるということを再三いろいろなこと場でいろいろな形で言ってきたので、何としても成立させたいと、ついては党として、野党の方々と
協議を呼びかけていきたいと、そのことだけは分かっててくれと、まあ、こういうことでしたので、それはもう執行部として、総理の意向に沿って、野党に呼びかけをし、協議をしようという、ことをすること自体は当たり前のことですので、そういう方法で進めたいという、そのことは分かっておりますと、まあ、いう話をいたしました、まあ、いずれにしても今日もまたざっくばらんな意見交換はできましたが、まあ、とにかく総理の何が何でももう待ったなし、今国会で成立ということについては、私は繰り返して今申し上げたように、その前にやっぱりやるべきことをやった上での財源増税論議ではないですかということを申し上げたということです。